世界中の皆さんを魅了しちゃいます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあももちはシャキーン、皆さんをメロメロにしちゃうビームを出しちゃいます。いきますよ、火炎ビーム。あっ私は事務所の方からも露出は結構出してもいいというふうに言われているので、結構実写版でもいけると思います。じゃあちょっと大人の色気を。はい、どうも。はい、ありがとうございました。ありがとうございましたね。はい、さんは残念ながらもうすでに落選という。いや、ちょっといいですか。これね、最初からテロップにね、2人の名前が入ってるんですよ。そうでした、そうでした。もうすでに私は最初からなかったことになってますね。いやいやいや、こんな関西人ですよね、これね。皆さんの心の中でどういうことなんですか。なんで呼んだのね。恥書かせないでよ。まあ、ハロープロジェクトの中ではいわゆるその人気ランキングとかそういうの今までやったことがないということで、今回まあ初めてのこういわゆるどちらが上位に来るかということが選ばれるわけですけども、その辺に関しては改めてどういう気持ちですか。いやー、やっぱりすごい世界にいるんだなっていうのを改めて感じたというか、やっぱでも今たくさんアイドルの方たちいて、こうみんな頂点になりたいわけじゃないですか、アイドル戦国時代って言われていて。なのでやっぱりここは自分を、まあ、褒めるのも大事だと思うんですけど、周りの皆さんを巻き込んで皆さんからにもこうたくさんの方に愛されるアイドルを目指すべきなんだなっていうのを改めてなんか実感して頑張ろうっていう気持ちに なりました。はい、そうですね。やっぱアイドルいっぱいいる中で、やっぱり AKB48 さんとかは、まあ、総選挙とかやられてますけど、でも私 AKB さんに入ったら総選挙で1位取っちゃうと思うので、やっぱり三重さんには絶対勝てるっていう自信満々で。怒られるよ。怒られたら怒られる。いや、怒られたらそこは許してにゃんでこう対処していきたいと思います。言いましたよ。はい、嫌いにならないでください。